次の方、お入りくださいです。やあ、どうも。早速だけど、僕の悩みを打ち明けさせてくれ。最近、彼女が冷たいんです。だから僕、もう心が擦り切れそうで。彼女っていうか、付き合っていると思っているのは僕だけかもしれない。だけど、かっこいい、大好きって昔はあんなに言ってくれた。あまり気に病まないことです。人は仲良くなるほど、そういった言葉、彼女というのは仮の結婚のことですよね。関係を進展させ、真剣にお嫁さ…結婚だなんて。僕なんかと姫く、今日のところはこの辺りで失礼させてもらう。違ったのでしょうか。そういえば、アルスが…ああ、女神様、どうか迷える子羊にお導きを。よーし、素材全部ゲットっと。あとは浄化の矢を作ってもらえばいいだけだね。死神さんはちょっと気になるけど、まずはストーリーだよね。ネプテューヌにしてはまともなこと言うじゃない。それじゃあ、まずはアイテムを調合しましょう。その間にメンテも終わるかもしれないわ。コンパに頼むのが一番いいかしらね。そうですわね。パーティー内に調合ができる方はいないですし、こういう時は街で誰かに頼んでみるのもネトゲの大…気をつけてな。あ、ネプネプじゃないですか。いらっしゃいませです。あら、ネプコ、ストーリーの攻略は順調？順調かどうか怪しいかも。なんかもういろんなことが起こりまくって大変だったんだよ。あらら、一体何があったですか？なるほどね。次のボスがいるマップが緊急メンテの対象になってると。まあ、その間に浄化の矢の素材を集めてたからいいっちゃいいんだけどね。で、これがアイテムの素材なんだけど。調合でしたら私に任せろです。皆さんがストーリーを進めている間、私の調合スキルもいっぱいレベルアップしたですよ。おお、それじゃあコンパ、早速調合お願い。それじゃあ素材を預かって。あらら、このアイテム調合のレベルがすっごく高い。メインストーリーをあまり進めていないけど、こういう形で攻略組の役に立てるっていうのはいいわね。私たちのお店でプレイヤーさんたちをしっかりサポートしていくです。ひとまず浄化の矢を無事に入手できてよかったわ。これでボスへの対抗手段ができたということね。お知らせいたします。 ER 樹海にて行っておりました緊急メンテナンスですが、ただいま部
事に終了いたしました。ご協力ありがとうございました。おお、タイミングバッチシじゃん。ですわね。では早速 ER 次回へと、その前にブーケちゃんにお話ししてみましょう。うん、そうだね。それじゃあ大聖堂へレッツゴー。精霊さん、これね、ピーの大事なキラキラなの。でも精霊さんにあげる。ねえ精霊さん、出てきて。ピーのお願い聞いてほしいの。精霊さん、片っ端からアイテムや食料を備えているが、全く何も起こる気配がない。さすがの私も少々焦がれて。ちょっと何するつもりっちゅか。決まっている。出てこないなら出てくる気になるよう促すだけのことだ。そらそらそら、ナスをどんどんイケポチャしてやる。さあ食うがよい、精霊よ。なんかこっちの方から音がするって。あ、誰かと思えばマザコング。こら、誰がマザコングか。私の名はマジェコ。ん、その呼び方にその姿、名前、ゲームの中でまで貴様と会うとは。やげー、ナスがいっぱいある。あー、やだやだ、信じらんない。ここは逃げの一手だよ。精霊じゃなくてプラネチューヌの女神が出てきたっちゅ。おばはん、まさかあいつに会いたかったっちゅか。バカも休み休み言え。教えてベルベル。さあ、お茶の豆知識のお時間がやってま、本日のお茶はポピュラーな緑茶である煎茶。たまには紅茶以外、紅茶専門店では緑茶やウーロン茶も取り扱われていることが多いのですけれど、素材は同じでも製造工程や発酵度合いの違いで、さまざまな緑茶は摘んだ後すぐに火を入れて発酵を止めてしまうので、名前の通り緑色を保ったお、以上お茶の豆知識その4をベールがお届けいたる。ネプチューヌがいない。ボケを挟まれると説明がややこしくなりますの。あ、うずめ、やっほーい。よう、ネプチ、いいところに来たな。見てくれよ、ついさっき釣り上げた 22.5 センチのヘラブナだ。おお、息がいいね。あ、そっか。まあな、休憩中にただ座ってるってのも芸がないだろ。釣れるのはまだまだ小魚ばっかりだが、ようやく20センチを超えるよ。 22.5 センチか、私の靴のサイズと同じくらいだね。そう言われるとなんか小さく見えてきたぞ。この程度で満足してちゃダメってことだよな。今に見てろよ、そのうち川の主を釣ってみせるからな。すごいのが釣れたら教えてよね。みんな集めてパーッと解体ショーしよう。
私もお会いできて。死神って呼ばれているキャラから瞬殺されたと言っていたり、おかしな出来事が起こっているのだけれど。はいです、その件に関してはすでに GM より報告を受けておりますです。調査が追いつかずご迷惑をおかけし続けて運営に変わりまして、私からも深くお詫びいたしますです。いいっていいって、ベータテストなんだし何が起きてもおかしくないしね。それに参加している以上はどんどんリクエスト出しちゃうよ。ブーケ、私たちが力になれることがあればいつでも協力するわ。そうそう、気に病むことはないんだからね。はいです、お気遣い感謝しますです。ではストーリーのエメラルドの鏡が手に入れば女神様の降臨も間近です。魔物たちも当然必死に守ろうとするでしょう。この先予測できないような何かが起きるかもしれません。それぐらいのスリルがないと面白くないわ。私はそういうの大歓迎。私も頑張る。どんな魔物もへっちゃらよ。みんなでここまで来れたから大丈夫。ええ、どんな強敵が現れようと最後の神器を無事入手してみせましょう。そしてこの戦いが終わったら私ブーケちゃんとデートちょっと待った、ベールってば。フラグみたいな言い方になってるけど大丈夫？私他の人の死亡フラグまでは降りる自信ないかな。ちょっと森の様子を見てくる。彼女は最後に。ブーケちゃん、女神降臨のお祝いにサラダなんて作っちゃダメよ。もう私を一体誰だと思っていますの。町にデートというのはもしかしなくても一緒にお散歩したりお買い物したり。ええ、その通りですわ。どうでしょう、前向きに考えていただけませんか。それはとても楽しそうですが、デートの私がエスコートしますので大丈夫ですわ。お返事はいつまでも待ちますので。それにしても驚いたわね、ブーケちゃん。ストーリー以外のことでも随分いろいろ話してくれるようになったじゃない。私も今度もっとのんびり話がしてみたいわ。ブーケちゃん、私も、私とも遊びに行こうよ。私はおすすめの本を紹介し合ってみたいわね。この世界にも神話の本がいろいろあるでしょう。皆様までデートのお誘い、私オーバーフローを起こしそうです。ちょっと大丈夫？こんな調子で本当にデートなんてしたらまた倒れるんじゃないの？ベールと二人でどこかに行かせるのが一番心配。先の楽しみもできたことですし、死亡フラグなんてバキバキにして頑張らなくてはいけませんわね。新規が4つ揃ったらいよいよエピソードクリアも間近かな。そういうのをトラヌタヌキの川さんよって言うのよ、ネプテューヌ。タヌキいいじゃん。わかんないけど雰囲気的にはタヌキで出会えた後が本番ってことかな。そういうこと。新規
さえ揃えばすぐに世界が救われるって言われたわけでもないじゃない。女神様を降臨させた直後にいきなり魔王登場って展開かもしれないわ。皆さんよくお分かりになってるじゃありませんの。私も女神様を降臨させてからが真の勝負だと思いますわ。どうしたのラムちゃん、あっちに何かいた？ううん、反対、小鳥さんの声が急に聞こえなくなった。そわそわ。お出ましのようですわね。今度こそ倒して差し上げますわ。相変わらずめちゃくちゃ強そう。だけど私たちは逃げも隠れもしないよ、この浄化の矢を。ドワー！おお、効いてる。これで倒せるようになったんだよね、さきもりさん。グッジョブ。さあボス退治と行くわよ。今のうちに一気に畳みかけましょう。ボス戦ってやっぱりちょっと緊張するけど、やることはいつも通り火力を上げていきます。回復やサポートは任せて。はい、みんなの背中は任せました。それではベルベルにして差し上げますわ。ああ、ベルまで。私の決め台詞を取るなんて。勝った。やりましたわね。私たち全員で掴み取った勝利です。新規まで手に入れるなんて、一度は姫が見込んだ。猫姫ちゃん綺麗や。最近見かけなかったからどうしてるかなって思ってたんだよ。前に会った時は変なモンスターが湧いて結構ドタバタしたけど、二人とも大丈夫だった？今の姫たちには他の誰かに負ける要素なんて微粒子レベルですら存在しないのにゃ。ご心配には全く及ばないっていうか、余計なお世話。なんか猫姫ちゃんちょっと雰囲気変わった？お聞きするまでもないでしょうけれど、お二人もすでにエメラルドの鏡は手に入れているようですわね。あなたたち二人がクリア済みのダンジョンをいつまでもうろうろしているなんて珍しいじゃない。どうせまた私たちよりも先に神器を揃えたことでも自慢しに来たんでしょうけど。にゃふふ、もちろん。ここら辺でお姉様たちに格差ってものを骨の髄まで叩き込んでおこうと思ったんだにゃ。あれ、なんか私たちいつの間に。ちょっと話が見えないんだけど、私たちが何かしたっていうの？どうしたの？喧嘩してるの？あわあわ。ダメよ。ゲームで遊ぶときは仲良くしないとダメってお姉ちゃんがいつも言ってるわ。まあ競争して熱くなっちゃうことはあるけど、別にそれで仲が悪くなるわけじゃないもんね。私としても同じプレイヤー同士、時に助け合い時に競い合いながらゲームを楽しめたらと。仲良く同じプレイヤー同士。姫はこの世界において圧倒的に至高の存在。同じレベルで競う相手なんてお分かりにならないかにゃ。お姉様たちみたいなパンピーと姫との間には
越えられない壁がたっきりや。ツールの新機能ここで試す。プレイヤー相手にかい？それはさすがに、ま、死の子の言わずさっさとするにゃ。僕の全てを姫のため、やむを得ん。うわー、来たにゃ来たにゃ。ガッタヤンと変身した。この姿ってあの動物に似てない？チーターだよね。あれは四女神オンライン本編でプレイヤー界やネット界隈で物議を醸した結果、バージョン 1.02 では完全消去されたモンスター、その名もチーターですわ。そのまんまね。そのまんまですわ。チートを使うもの、チーターをモチーフにしたネタ枠のモンスターですもの。運営がチート対策に力を入れていた時期にイベント用のサンドバッグモンスターとしてこのチーターが配置されていましたね。お祭りのフィナーレには GM がチーターを打ち上げ花火にして爆破する、そんなチート撲滅キャンペーンでしたわ。この流れだと二人ってもしかして。ご明察。先ほどあの二人の会話からも聞き捨てならないワードが飛び出しましたわよね。ええ、ツールと確かに聞こえたわ。以前から気になることはいろいろあったけど、チートツールを使っていたということ。チート知ってる？悪いことだからしちゃダメってお姉ちゃんに教えてもらったの。うん、へえ、お姫様と王子様、悪い人だったの？チーターがチーターの姿になるなんて、体を張ったダジャレ？何笑ってるのよ、ネプテューム。こんな状況で、そうよ。こっちまで釣られてしまうじゃない。皆さん悪いですわよ。せっかく気合を入れて変身されていましたのに。ププだってだってユニちゃんが。やっぱりユンじゃなかった。こんなストレートなネタで笑ってもいい？こら笑うな。ツールでもここだけ設定変えられなかったんだから仕方ないでしょ。口に気をつけて。こうなってしまうともう前ほど優しくないんだから。姫、やはりこのことは。キリアは黙って操作してればいいの。姫たちこそが真の四女神オンライン武装よ。来ないで。おっと、飲まれてないで立ち向かわなきゃだよね。なんとかなる、なんとかなれ、なんとかなればいいな。よし、行くよ。死神と決まったわけじゃありませんわ。
相手の出方を伺いましょう。こ、怖い。戦わないといけないの？負けないんだからかかってきなさい。あれ、チーターを抱えて一目散に飛ぶ。なんかシュールな光景ね。キリアン、猫姫ちゃん。一体どういうことですの？プレイヤーをさらっていくモンスターだなんて。キリアさんと黒猫姫さん、ボスモンスターのターゲットになっ。それにしてはちょっと様子が変だったわね。まるで味方が。ええ、あのモンスターもチーターと同じく別のチート使いが操作している可能性が高いわね。とにかくこれは一度 GM に報告した方がいいかしら。ええ、そうですわね。それにブーケちゃんの顔さえ見れば混乱した頭も落ち着く気がいたしますわ。使えない、どいつもこいつも。さてブーケちゃんにいろいろと報告したいところですが、その前にストーリーイベント呼んだら出てきてくれないかな。おーい、ブーケちゃん。お姉ちゃん、それは無理があると思うよ。皆様、まずは新規が4つ揃いました。こ、いえいえ、ブーケちゃんがいろいろ教えてくださったおかげです。そんな、私は何も。全ては選ばれし者の皆様のお力によるものです。さて、いよいよ女神様降臨のための儀式に向かっていただくわけですが、その前に。ここに来てストーリーにも動きという。魔王の部下の双璧がついに覚醒し、この世界を滅ぼすための活動を始めましたです。おお、ついに敵艦部の登場だね。双璧の人相書きをお見せするです。さすがに強そう。でもいずれは戦わないといけないんですよ。魔王一派が女神様降臨の予兆を察知すれば必ず妨害を仕掛け、敵の体制が整う前に急ぎテテュー神殿にある女神様の祭壇へ向かっていただきたいのです。わかったわ。ついに4つの神器を捧げに行くクエストね。これでストーリーは無事進んだわけですが、ブーケちゃん、先ほどのクエストの道中またいろいろと問題が起こりましたの。問題とは、もしかしてまた不具合の発生でしょうか。不具合というか、他のプレイヤーの不正行為を目撃したのよ。そんな、この世界は鉄壁のはずです。こんなに早く突破されてしまうなんて。一体なんと、キリアと猫姫ちゃんっていうプレイヤーがチーターのチーターだったんだよ。チーターのチーター？説明しづらいわね、これ。プレイヤーがチートツールを使って。そういうこと。で、いきなり私たちを攻撃してきたんだ。なんとか撃退したんだけど、拠点で噂になっている死神。死神ですか。これについては運営も現在調査を進めているのですが、とにかく一度皆様のログを確認いたしますので少々お待ちくださいです。あ、何かこちらにデータが流れ込んで。予期しないエラーが発生しました。予期しないエラーが発生しました。NPC せ、どうしたんですの、ムーケちゃん。こちらは妖女神オンライン運営です。驚かせてしまい申し訳ございません。 AI による自動修復には
少々手に余るエラーが発生したようです。検証にお時間をいただきますがご了承くださいませ。また不正ツールの通報も確認いたしました。ご協力ありがとうございます。ヌブン消えちゃった。一応問題報告はちゃんと伝わったのよね。ここは GM に任せましょう。行き先は示されていることだし。うん、女神様にも早く会いたい。私も賛成。それじゃあ難しいことは全部 GM さんに任せるとしますか。ブーケちゃん心配ですわ。でも私フラグなんて信じませんわ。次に帰ってきた時にはきっとデートのお返事をいただけますわ。ようこそ大聖堂へ。こちらでいいです。祈りを捧げ、女神のご。あー、ベルベルとブラン。こんにちは、ピーシェ。ロムとラムにバッジを売ってくれたのよ。ごきげんよう。ピーシェちゃんの方から声をかけてくださるなんて。今日はスベルベル。はあ、なんと甘美でとろけるような響き。日頃さん付けばかりさ、いっそのことベルベルお姉ちゃんと呼んでくださってもいいんですのよ。さすがにそれは要素を盛りすぎじゃないかしら。それにしてもピーシェのお店は来るたびに売り物がガラリと変わっているわね。うん、だってお客さんいっぱい来るもん。物々交換ということですし、繁盛した分だけ品物の入れ替わりも頻繁。まあ無理もないですわ。こんなに可愛らしい子が店先に立っているのですから、ついつい顔を見に来る。どうしたのベール。最近子供たちがゲームを通じて知らない大人に絡まれるという事案が各国で社会問題になる。プルルートが一緒にプレイしているとはいえ、あの子は寝落ち頻度も高いですし、ピーシェちゃんがダメな大人にロックオンされたりしないよう私も一応突っ込んでおくと、あなた自身がピーシェに絡みすぎてダメダメな大人。ダメな大人？ベルベルダメな大人なの？なな、私はダメダメな大人などではありませんわ。断じて。はあ、声をかけただけで大いい方のフラグが立つなんて世知辛い世の中ですわね。私も妹たちにダメダメな大人が近づかないよう注意しておかないと。せっせと通い詰めているというのにやっぱり何も起きないっちゅね。噂話そのものが完全にデタラメという可能性も検討すべきか。こういう時はあれだ、願い事が叶った時のことを妄想。願い事が叶った時。扱いやすいというか、つくづくおめでたいやつだ。あそこにいるのはマザキング。今日はナスとか持ってないよね。どうもこんにちはです。皆さんも休憩中ですか？お目当ては願い事を叶えてくれる精霊ね。残念だけど私。なぜそんなことが断言でき。単純なことよ。実際に会えたって例を身の回りからもショップに来るお客さんからも全く聞く。でもまあ生産職の息抜きにロマンを追い求める人にとやかく言うのもやぼってもの。ガセネタに踊らされるとは。今からでも池に投げ込んだナスを回収するか。というわけで立派なナスビが収穫できたっちゅ。お一つプレゼント。ふふふ、なに遠慮すること。見果てぬロマンを追いかけた末、プレイ時間のほとんどを浪費し、早いうちに忠告されてたにもかかわらず。私たち、そのナス煮るなり焼くなり好きに使ってくれれば。あはははなんだ。さて楽しい楽しい畑仕事に戻るとしよう。そうっちゅね。それじゃ
オイラたちはこれで失礼するっちゅ。二人とも背中がすすけてるな。さてと、私にできることって言えばこれ。PC さんたちって結構これはどうかな。最高の携帯。ごめんなさい、よく世界観にそぐわない言葉には反。ちなみに最高の携帯電話だけど、ラステーション製に決まっているわ。あら、スマホは OS ごとリーンボックスモバイルが。携帯なんて別にどこでも。というかベール、根も葉もないネガキャンですわ。いい加減な情報に振りまく。面白いな、もっといろいろ話しかけてみようっと。歌って、俳句読んで。最近声変わった？あまり反応がないな。お待ちになってネプテューヌ、もっとストレートな言葉をぶつけて。マキシ愛していますわ。そんなこと言って。おお、返事来た。こういう質問も想定済みというわけね。NPC 萌えのプレイヤーって絶対いるもの。ブーケに夢中のベールがその最たる例よね。教えてベルベル。お茶の豆知識のお時間ですわ。本日のお茶はロイヤルミルクティー。手鍋を使って牛乳で煮出して作る。牛乳だけで煮出すというのが固定観念のように思われがちですけれど、実はそうすると薄くなってしまいますの。まずはお湯だけで抽出し、それから牛乳を入れるのがコツですわ。牛乳選びですが、乳脂肪分が高ければ高いほど好ましく、ルイは雪国で寒いためか、ブランやロムちゃんラムちゃんにも受けない。それでは良いティータイムを。うずめだ、釣りの調子はどう？今日は変わった魚を釣り上げたぜ。30センチのランプフィッシュだ。あ、ほら頭にちょ、今まで釣った中では結構でかいと思うんだが。こいつも川魚みたい。どうなんだろうね、見た目はヌメッとしてて緑色で、あんまり美味しそうじゃない。あ、そうだ、料理好きのコンパならネットゲによくある料理スキル的なやつを取ってるかもよ。呼んだ呼んだ、心の中で呼んだところだよ。よう、コンパッチ。あ、ちょっと聞きたいんだが、こういう魚も食えると思う？あー、アンコウさんみたいなお魚さんです。アンコウさんだったらお鍋に入れてもいいですけど、煮付けにしても美味しいです。パンキモもお家で。ん、今のってもしかしてリアル世界？いや、そうじゃなくてゲームの中での話。コンパの調合好き。調合とお料理はちょっと違うですから、私には無理そうです。プリンに関してはゲームの中じゃなくてリアルで作ってもらえる方が嬉しいな。じゃあ今日か明日作って持っていくです。やったー、待ってるからね。仕方ない、こいつが食えるかどうかはとりあえず焼いて食ってみて確かめるか。うずめさん、チャレンジャーさんです。何かあった時は私がお薬持って駆けつけるからね。当てにしとくよ、ネプチ。
はりこちらのスキルを先に打った方が。あ、ですが。ベル、何してるの？大ボス戦のスキル効率を計算しているのですわ。と言っても、あっちの4女神オンラインなのですけれど。そうなんだ。じゃあ、頑張ってね。お待ちになって。何をしているのかと聞いておきながら理解するのを諦めましたわね。だってこっちのゲーム関係ないんでしょ。多分解説されてもよくは。そうおっしゃらず、ちゃんと解説いたしますので。ちょうどゲームのとネトゲのスキルは打つタイミングや順番でその効果は大きく変わってきますの。一撃自体は大したことがないスキルでも、追加効果の影響やドットなど総合的に見ると、今スキル順と推定 DPS をまとめた表をデータでお送りしましたの。あら？あらあら？ちょっとどうして逃げるんですの？